車両内部ユーロトンネルシャトルは、カレー、コケルとイギリスのホークストンを結ぶ、英仏海峡トンネルのカートレインのシャトルサービスである。正式名称は、ユーロトンネルルシャトルで、ルシャトルと略されることもある。両端に位置するターミナル間の所要時間は、約35分となっているが、乗車前に、英仏両国の出入国審査を受ける必要がある、ため、 公式サイトでは発車予定時刻の最低45分前に到着するなど時間に余裕を持った利用を推奨している。列車は大型バスや乗用車、バイクなどとその乗客が利用する旅客便と商用輸送トラックなどが利用する貨物便で別便となっている。シャトルの編成全員長は機関車を入れて775メートルという長大編成となる。 旅客便は密閉機密構造式の車両で乗客と乗客の自動車を搬送している。編成は前後二つの部分に分かれ、前半分は大型バスよび制限高よりも車高の高い乗用車用の一層構造の車両となっている。繁忙期など乗用車やバイクが多い時にはこちらに積まれる場合もある。編成の後半分には、 車高1.85メートル以下の自動車やバイクなどが上下に走行像の車両で運ばれる。前半後半ともに先頭と最後部の車両が上行のための貨車となっている。いずれも後方の貨車から乗り込み、前方の貨車から降りる。この上行部分はターミナルのホームと段差がなく、そのまま乗り込めるようになっている。また、走行中は、 この乗降用貨車も折りたたみ式のカバーによって密閉される。内部の様子は地下駐車場などに近い。トイレは3両ごとに1箇所設置され、2階建て車では2階部分にある。1階と2階をつなぐ階段もトイレに隣接して設けられている。一層構造の車両では最前部と最後尾に設置されている。走行中は、それぞれの車両は、 防火扉で閉じられ、予圧されている。車両間には、人間用の扉が設けられているので車両間を移動することはできる。列車の走行中は、パーキングブレーキを使用した上で、自動車のエンジンを切らなければいけない。乗客は、車の中にいても良いし、車の外に出て、貨車内を移動しても良い。ただし、前述のトイレ以外には、座席や、 自動販売機のような接客設備は一切ない。トラックなどの大型輸送用車が利用する貨物瓶は両脇に湧く、または一部に屋根のついた半開放型の貨車に後方の乗降用貨車からそのまま乗り込む。所定の位置に停車し車止めなどで固定した後、運転手は機関車の G に連結された客車に移動する。後方の車両から客車までは、 距離があるため、ホーム上にミニバスが待機して、各運転手を客車まで運ぶ。到着後は逆の手順で、トラックに戻り、前進して、前側の降車用貨車から降りる。牽引に使用されているのは、旅客便、貨物便ともに休憩電気機関車で、運行は、英仏海峡トンネルの所有者であるゲットリンクにより、行われている。ルシャトル用車両の車両限界は、 イギリス、フランス、どちらの国のものよりも大きいため、区間外の路線を自走することは原則としてできない。メンテナンスを行う場合は、ターミナル併設の側線か、重整備の場合は陸層で、イギリス国内の工場に送られる。搬送する車両の大きさにより運賃は異なる。また有効期限の違いや、往復か片道か、優先搭乗サービス等の有無、予約変更のか、 付加などの条件により、運賃の違うチケットが販売されている。一言で言えば、カーフェリーと LCC を合わせたような料金体系と考えるとわかりやすい。チケット1枚につき、車1台と9名までの乗客の運賃が含まれている。事前予約と同時にカーナンバーも登録しておくことができるが、レンタカーの利用等のために登録できなかった場合は、 ターミナル入場時に、友人ゲートに進みその旨を申告する。なお事前予約していない場合には、運賃は割高となるだけでなく、秋のある列車が来るまで乗れないという事態にもなり得るので注意が必要である。ペットは一頭あたり定額割増料金を支払うことで同行できる。ゲートでチケットを発券した後は、 道路表示、電光掲示板の表示、係員の誘導に従って進む。発見したチケットには乗車する列車を表す文字が書かれており、ターミナル各所にある電光掲示板で乗車予定の列車の情報を確認する。チケットはルームミラーからぶら下げるなどして係員から見やすいようにしておく。ユーロトンネルシャトルの乗降ターミナルはトンネルの両側方向を出て、 すぐのカレー、コケルとフォークストンに位置する。それぞれのターミナルは、愛称として、行き先側国の著名作家の名前を冠しており、フランス側は、カレーチャールズ・ディケンズ・ターミナル、イギリス側は、フォークストン、ビクトル・ユーゴー・ターミナルと呼称される。いずれのターミナルも自動車専用高速道路と、直結しており、フランスのオートルート A16 とイギリスの M20。 モーターウェイから利用できる。それぞれのターミナルには出入国審査を行う、英仏両国のパスポートコントロール、税関が設置されているほか、免税店や飲食店、両替店、トイレ、自動車用充電スタンドなどが備えられた、サービスエリアと空港ターミナルを合わせたような商業施設がある。フォークストンでは出国審査前にのみ、商業施設を利用することができるが、 カレーでは出入国審査を終えてからでないと利用できないという違いがある。乗り合いバスに乗車している場合は一度バスから降りて、個々に審査を受ける必要がある。また、前述の優先サービス券を購入した旅客は、専用のラウンジと駐車場が利用でき、無料の軽食や新聞雑誌の無料閲覧サービス、専用トイレ、専用免税店などが利用できる。 乗車予定の列車の発車予定時刻が近くなると待機レーンに進むように表示が出るので各自動車のサイズにより定められた乗車待ちレーンに移動する乗車が可能になると係員の誘導に従ってホームに向かいホームから列車へと乗り込む降車の際も係員の指示に従って降車した後表示に従って出口へ向かうすでに入国手続きは済んでいるため そのまま高速道路に進入して移動可能である。貨物用トラックの場合は税関検査があるため乗車までの経路が旅客便利用とは全く別に分けられているが大まかな流れは同じである。線路は両、ターミナルともループ線となっている。機関車と貨車の車輪の摩耗を左右均一にするため、加齢では反時計回りフォークストンでは時計回りのループ線を 走行するよう設計されている。1994年5月に英仏海峡トンネルが開業した2ヶ月後の7月から貨物便の運行が開始された。旅客便の運行は同年の12月にスタートした。ありがとうございます。